見てこれ、かわいくない？ちょっとここの装飾がちょっとなくなってしまったんですけど、これ王冠なんです。でも今すでにこれ、さっきまでお友達と一緒にいたんですけど、ここにハッピーバースデーっていう可愛すぎるカチューシャを今お借りしてて、なのでこれはちょっと待って、今ロード中だから、ちょっと待って、今日は これでいきます。どうですか？あ、似合ってる。あ、嬉しい。似合ってるって、もうこれが多分今日一番似合ってる。これが今日の服装のポイントはこれです。いいですよね、この銀色の装飾で、肩今ならこういかれても大丈夫っていう利点が。ポカにつける、ポカにつけるって今書いてたな。ポカにつけてみる？ポカ似合うかな？あ、クリティカルヒットかもしれない、これ。ちょっと、え？すごくない？私これ置いて帰っちゃいそう。ちょっと待って、どうしようかな。ポカいい感じ、似合ってる。お、じゃあちょっとしばらくここにね置かせてもらおうかな。そう、防御力上がるからここにつけてたの。似合う、あ、ありがとう。似合ってる、うわ嬉しいね。ようこちゃん、かわいいおきって書いてる、すごい。洗濯バサミの話まだかな。あ、やっぱ皆さん洗濯バサミ聞きたがってるみたいな。聞きたがってる？聞きたくはないっぽい。ないっぽいかな。冗談ですよ。そうそう、今日はね、もう今日のこの配信のために、あの今までのね、私が思ってきた面白いエピソードとかをね、ちょっと頑張ってメモしてきたので、今ちょっと携帯を相棒に今喋ってるんですよ。そうそうそう、そのさっきさ、お誕生日プレゼントの話したじゃない。実はね、昨日じゃないな、いつだっけ、ニブさんとご飯行かせていただきました。あ、聞こえました？ニブさんとね、ご飯にね行かせていただいたの。もうね、もう3時間ぐらいノンストップで、もう私がマシンガントークしちゃって、ちょっと申し訳なくて、でもなんかその好きな動物の話とか、もうほんとたわいのない話でも盛り上がったり、すごい嬉しかったの、幸せでした。嬉しいね、もう。そう、何食べたの？え、何食べたと思う？何食べたか、焼肉かな。おお、焼肉いいね、いいね。あ、タルタルチキン屋さんではないかな。お寿司、あ、お寿司もいいね。正解はしゃぶしゃぶでした。もう私がお鍋好きなのをご存知かのようなね、とっても美味しかったの、幸せだった。そうなの、はあ、嬉しかった、あ、嬉しかった、あ、嬉しかった。もうまだ余韻に浸ってて、もう電話でお母さんにね、ずっと今日ね、今日ねって言っちゃった。嬉しかったな。ごまだれ、あ、私はポン酢派です。ポン酢でね、あっさりといただくのが好きです。いやー嬉しい、本当お誕生日おめでとうってたくさん来てくれて、もうあった、もう本当ありがとうございます。いやー次何話そうかな、うん、あ、そうだ、そう、ニブさんのねとね、ご飯を行かせていただいた時に、そのお鍋があります。で、そのお野菜なんだ、ちょっとした料理に、あのブリの、なんだブリ、まあとにかくなんかブリのお料理かなんかがあったんだけど、それがもう
ぺた落ちちゃうぐらい、ほっぺたがもうなんかもうドーンって2メートルぐらい下に落ちちゃうぐらい美味しくて、すごいもうにぶさんと目を合わせてみたいなぐらい美味しくて幸せだったの。そうにぶさんもね誕生日ですからとっても美味しかったんだ。そうなの。あそう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 、小学校の話とかを今日はしたいなって思って、小学校のなんかあんまり言ったことないかなみたいな、あんまり話したことないべないべ、どこの言葉よないよねみたいな、ちょっと話しよっかなって。この間ね私今日何回これやるんだろうね。この間すごい地元のお友達とすごい電話をしてて、小学校の時のお友達なんですけど、すごいもう2時間とか平気で喋っちゃって、あ電話とかしますよねやっぱ。そうだからだからその一緒にその喋ってる時にこういうことあったよねみたいな話をよくするんですよ、思い出話に花を咲かせて。その時にいや黒電話っていやいつの時代ですか、ちょっと携帯ですよ携帯でね電話をしてたんですよ。そしたら急に体育祭、小学校の時の体育祭の話になって、いやーそう小学校6年生に遡るんですけど、小学校6年生の時って大体運動会とかで50メートル走とか、あと何があるかな、まあ綱引き的棒引きみたいな綱引きみたいなやつがあったりとか、あとはあと何があるかな、あそう何よりダンスとあと組体操あるじゃない。でその50メートル走と組体操かなに私とその幼馴染の子は出たんですけど、あ台風の目とかねあったね、あったあったあった、騎馬戦、あそう騎馬戦もそうで、その時なんかたまたま私がその両足をねちょっと捻挫して痛めちゃってたんですよ。でその子も足をちょっと痛めちゃってて、そうなのだからすごくまあ両足に、まあ、いわゆる湿布と、まあ、それをちょっと剥がれないようにガーゼ的なものをね貼ったりとかしていたんですよ。だからまあその組体操とかする時って大体裸足とかになるじゃないですか。だからすごくなんか満身創痍みたいになっちゃってて、なんか旗から見たら大丈夫痛そうだよみたいななってるけど、もう私たちはすごくもう体育祭絶対勝つわやったるぜみたいなタイプの人たちだったから、まさかのそんな足でも全競技出るっていう逸話を残しててすごくないそう意外とワイルドだったんですよ私。そうなの、そう頑張ったんですよ。もうその時はみんなにびっくりされてた、それでいやできるできますみたいなそうなの、これもうすごいよ本当運動会ガチ勢の方ですか、本気って感じ、同じかすごい鼻にバンドエイド苦いさ、え本当ちょっとやってみようかな、こんなじゃそう何でもが、そう何でも本気なの私。文化祭とかもあまりそのまあいろいろね、私たちはご時世がコロナだったりでちょっとなくなってしまったり簡易的なものになっちゃったりとかもあったんですけど、その中でいかにその場にあるものでいかに楽しいことをやるかっていうことを頭働かせるのが意外とすごい面白くて、うん、それはすごく楽しかったかな。そう本気と書いてマジですからねえ、だから学生の皆さん
もうイベントごとはまあ楽しんだもん勝ちですよ。でも文化祭とか割と一人で待ってました。一人合い構造結構好き派なので。皆さん文化祭とか皆さんそのお友達とかと一緒に回ってました？そうイベント本気勢なの。ほう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 。どうかな皆さん。あんまりでも廊下ですれ違った時とかになんかどこどこ行ったどこどこ面白かったよみたいな言うのとかもすごい楽しくて、うん、回らない。あずっとなるほどねお店にいるとかね。あ私もその時ありました普通に。でみんなでなんかそれこそその時私小学校の時と中学生の時にすごい人狼ゲームが流行ってて、その時メモ帳その持って行ってて、ずっとメモ帳をそこノートちょっとピリって破いて、でこの綺麗に定規で切って、で人狼人狼あと何人だ市民市民で占い師一人いるよね騎士もいるよねとか言って紙でやってたの。えだから上手いんだとか。いやありがとう。またね先輩方とねやりたいね。ちょっとこの間の配信では私ちょっと変なムーブっていうんですかねやっちゃって混乱してしまってちょっと申し訳なかったね。岸くん、あ岸くんとも結構連絡取り合ってますよ。元気そう、まだ仲良しですよ。うんうんうん、大人っぽい。あ今日私大人っぽいですか。あらすいません急になんか嬉しくなってコメント拾っちゃいました。あ最近何にハマってる、最近何にハマってる、あハマってるじゃないちょっと違うんですけど、この間ねちょっとだけ香る水と書いて香水と呼ぶ素敵なものあるじゃないですか。私普段そんなつけないんですけど、ちょっと背伸びをしたくなりまして、そろそろ17歳だし、まあちょっと欲しいかなもうって思っちゃって、ちょっと行ってみたんですよ。ですごい素敵なお店で、その結構瓶みたいなところにこんな香りですよみたいなラインナップであって、この一個ずつこう香り楽しんで、うわこれすごくいい香りだなと思って買ってみ、そのちょっと買ってみちゃったんですよ。ですごくあこれすごくいい香りかもって思ってずっと楽しんでたら、誰かの匂いに似てるなって気づいちゃって、誰だ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 って思ってすっごい夜中もうずっと考えたら、いとこのいとこがつけてるやつで、なんかもう気づいた時に爆笑しちゃって、もうすぐその子にね、その何々ちゃんがつけてるやつ同じやつ買っちゃったみたいなって言ったら、じゃあ今度私がつける時陽子来るってことじゃんみたいな。真央ちゃんじゃない真央ちゃんじゃない方の子なんだけど、そう真央ちゃんとか香水つけるのかね、どうなんだろうね。真央ちゃんじゃないんだ。そういとこ結構いとこいっぱいいるんですよ私。みんな仲良しでよく連絡取り合ってます。まあでもいい香りなのでもう割とつけてますよちょっとだけね。香り水香り水香水ね香り水、私がさっき香る水とか言っちゃったから、うん、おしゃれだね。そうだからもう特別な時だけちょっとこの辺につけて、ちょっと手が動いた時多少ちょっといい香りするかなぐらいの時につけようかなと思って、そんな話でした。あいくつになったの時に17歳ですよ。気分上がるよね。そう気分がちょっとね
ちょっと素敵な女の子になれたかなって思って。そうなのよ次何にしよっかな。あーこれそうだそうだ、私結構あの加入させていただいてから結構はすぐのタイミングか何かのブログで一回そのエレベーターの匂いが好きみたいな話をしたと思うんですけど、そう匂い香り系統でねお話、そうエレベーターといえばっていう話があって、ちょっと私香りに敏感なん、あこの話じゃないか、香りに敏感でエレベーターとかすごいよく乗るの好きなんですよ。でエレベーター乗りましたってなったら皆さん最初に何をしますか。ちょっと話のつかみ方おかしかったな、ごめんなさい。とにかくエレベーター乗ったら皆さん先にボタン、その回数のボタンを押してから開閉ボタンどちらかを押すみたいな、まあ閉か普通はするか、開閉ボタンを押してから閉まるタイミングで行きたい階のボタンを押すか、皆さんどっちですか。ボタンを押すって書いてらっしゃる方が どっちかな、開閉それとも回数どっちかな。前者、あ回数を押してからね。あ皆さんやっぱ回数、あちらほら閉めるが先の方が、私せっかちになのでいつも閉めるから、閉める押して回数その閉まっていく時に回数をピチって押すんですよ。でそれをね母に電話しててこの間言ったら、もうやめちゃおうって言われちゃってやめますなので今度からは回数を押してから閉めるにしようかなって。うん、そうなの。一人でいるときはいつもね、回数ボタンを押す前に開閉ボタンを押しちゃいがちなの。大人になれるでしょ？そうでしょ？もう17歳なのでね、大人になろうと思います。今日はそんな第一歩です。皆さん素敵な奇跡的瞬間に今立ち会ってますよ。おめでとうございます。今日テンション上がっちゃってるの。怖い怖い。怖いよ。わかる、え、わかりますよね。いやーよかった、わかってくださってあこの間ね、なんかちょっとごめんね、たくさん話が二転三転しちゃって、もういっぱい喋りたいことがあって、この間何だったかな、検診みたいな感じで病院に行く機会があったんですよ、病院に。そしたらそこにいる先生に、まあ、診察していただいて、で終わりました、ありがとうございましたって言ったら、お大事になさいっておっしゃったんですよ。私なんかそれにキュンってきちゃって、え、わかるかな、なんかそのお大事にどうぞって結構いろんな方おっしゃるじゃないですか。なんかお大事になさいって言われたのが正直すごくなんか射抜かれた、ときめいちゃって、なんかえ、よくない、お大事になさいって、結構ご年配のね方だったの、だからもうおばあちゃんがお大事になさいって言ったのがなんかもう、いや抱きつきたいっていうぐらい嬉しくてね、ジブリっぽいよね、ね素敵だよね、ときめいちゃったの、素敵すぎて。そう、お大事になさいって言われちゃって最高でしょ。なんかそれだけ今なんか思いついたから言っちゃったそうなの。なんか次何喋ろうかな。あーそうだそうだ、私こないだトークで陽子からの連絡っていうので人生のあるあるっていう曲をね作ったんですよ見てくださった方いらっしゃるかな
そうなの、あの人生のあるあるっていうのを自分で、その今まで私が17年間生きてきた中で感じてきたあるあるをそのちょっと書き出してみたの、そのふと思って。でそれを待って、これを歌にしたら面白くて皆さん元気になるんじゃないかなと思って、歌詞みたいにして、でそれをギターにね乗せて、すごい軽く申し訳なかったんですけれど、それ送ったんですよ。そしたら割とそのトークの返信で面白かった、わかるみたいなのを書いてくださって、今ね新しいのをね考えてるんですよ。でそれのなんだろう、新しいネタみたいなのをちょっと皆さんと考えたいなって今日思ってて、で今一個考えてるのは、外出しようとした時お隣さんと出るタイミングが一緒になったら、隣が静かになるまでドア前で待機とか宅配便のガムテープが剥がしづらいみたいな、で発泡スチロールの粉が雪のようみたいなだから掃除機かけなきゃダメみたいな、わかるかなあと水道の水筒のパッキンが外れて、なんかバッグの中が池みたいな出てきて、あと他にも今結構募集中でいろんな人に聞いて回ったりとかしようかなって思うんですけど、皆さんなんかないですか、ちょっとネタ提供をお願いしたくて。でこれを今日作ったのをまた今度歌ったのをトークにあげようかなって思っててどうですか、どうですか。あ、なんかお結構来た、お、いいねいいね。あ、どこからでも切れますの醤油開かない、どこからでも切れますの醤油が開かない、いいね。なんだ、なんかある、スマホがないと思ったら去った、もうこないだやったから、それスマホがないと思ってたら持ってた。なんなら私お父さんにメッセージで、ごめんスマホなくしちゃったからちょっと探すから10分待っててみたいな送って、じゃあそれ何で送ってんのって言われて、ああったわみたいななってもうアニメですかみたいな。そう、本当にあった時は本当に笑っちゃったよ、うん。あとなんだ、なんかないですか。モバイルバッテリー使ってても、あ、持ってても使わない。ああ、なるほどね。それもいいね。なんかないかな。あ、やばい、早い。おおほほほ。急いでる時ほどハプニングね。急いでる時ほどハプニング。いいねいいね。パン急に焦げる、パン急に焦げる、わかるわかる、パン急に焦げる焦げる。いやめっちゃいいです、もう煮詰まってきたよ、煮詰まってきたよ、いい感じよ。はい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 、いいねいいね、うんうん。ほほほほほ、スマホ充電いっぱいで粘りがちいいね、スマホ充電いっぱいで粘りがち、いいね。準備体操したら汗つる、わ、もう私ですかみたいな。準備体操したのに足つる。私本当に怖って思ったことが一個あって、すごく
そのな、なんだったかな、走ってたのかランニングかなんかしてて、やばい、ぐちゃみ出そう、ちょっと待って、よし、オッケー、ごめんごめんごめん、ランニングしてた時にその結構念入りにね、結構足をね柔らかく伸ばしたつもりだったんですけど、走ってたら普通につっちゃって、派手に転んじゃったこととかも全然ちっちゃい時からあって、皆さんお水は飲みましょう。くしゃみ飛びた、ナイスナイス。そうなんですよ、たくさんの方見に来てくださってありがとうございます、嬉しい。そうそうそう、いやいいね。じゃあまあこの辺にしておこうかな。もしよかったらトークとかでもネタ提供お待ちしてますので、あ、じゃあ今30分になったので、あ、これじゃないな、これだ、じゃあちょっとお待ちかねかわからないんですけど、皆さんからたくさんいただいたメッセージじゃない、メッセージか、トークのレターの質問をお返ししていけたらいいなと思います。ちょっといきますね、どうしようかな、どれにしようかな、たくさん、本当にたくさんお誕生日おめでとうっていうトークいただきまして、本当にありがとうございます。大事に一通ずつ読ませていただいてます、今ありがとうございます。ちょっとコメントも見ながら、コメントでもたくさん質問とかあったら拾えたら拾いますので、よかったらどうぞどうぞ。いや嬉しい。普段、あ、1個目、普段ギターはどれくらい練習しますか。毎日一応30分ぐらいは触ってます。で、私妙に変なところで意志が強い、意地っ張りにみたいな頑固ちゃんなところがあるので、絶対に独学でギター制覇してやるぞっていう、すっごいもう本当ちゃんと頑張ってらっしゃる方には本当もうやめてくれと思われちゃうかもしれないんですけど、まあでも自分なりに楽器をちょっと愛してみようかなと思って、そうやってみて、今ちょっとずつね皆さんにお聞かせできるように練習したりとかしてるんですけど、うん、今年絶対に見た方がいいおすすめのアニメありますか。あー、なんだろうね、ちょっと今見たいアニメ結構そのスタッフさんとかで結構アニメ好きな方とかとアニメトークとかするんですけど、最近ちょっと忙しくて、ありがたいことに、なかなかなんて言うんでしょう、アニメを見れる時間が作れなくて、配給見に行く、見に行くに決めてる、決めてるじゃない、決まってるじゃないか。まおちゃんとどっちが、絶対まおちゃん、まおちゃんすごく上手。うん、そうそうそう、今週末、今週末かもうねー、楽しみ。フルートは、フルートはたまに弾くかな、なまらないように一応。ブンストと配給の推し、ブンストと配給の推し、配給は菅原さんで、プンストは太宰さんかな。それぞれすごく魅力的なキャラでも、私は本当推しとか言いつつもう大体箱推しなんですよ。推しとか作れないタイプの人間で、そうなんですよ。ごめんなさい、失礼しましたね。菅さんね、優しくてかっこいいですよ。フルートどこのメーカー、ヤマハです、ヤマハのやつです、621みたいなやつかな。そうなの。配給テレビ放送、え、今、え、録画してない。ああ、やっちまった、やっちまったよ。うん、小坂さんの膝枕、あ、無事、もう言わなくても分かりますよねっていう、もう本当すみません、もうありがとうございました。もう終わってからもグフフとばっかり笑ってて、みんなにちょっとびっくりされちゃったんですけど、本当に幸せな時間でした。佐坂さんいつも優しいですよ。空手は最近やってないの。空手はね、空手はやっ
ってないかな。でも地元に帰った時に普通にたまにちょっとやったりとかしてるかな。じゃあちょっと次のやつに行かせていただこうかな。なんかないかな。あ、来た来た。うわ、漫画アニメであえて最推しをあげるならどのキャラ。やばい、どうしよう、今日は漫画トークになっちゃうよ、どうしよう。どうしようかな。漫画アニメであえて最推しをあげるならどのキャラですか。どのキャラがいいかな。あ、待って、決めた。自爆少年花子くんの花子くんです。もう尾形めぐみさんの声が素敵すぎて大好きです。本当にもう皆さん大好きなんですけれど、すごい魅力的なキャラクターで素敵ですよ。その心はもう読んでほしい。よかったら読んでください。もう、いいよねって。そう、鬼太郎もね、映画見に行きたかったんだけど、行きたかったっていうか、まだ放送してるのかな、放送上映か、行きたいんだよね。誰か一緒に行こう。お布団で寝る時の体勢は決まっていますか。左側が床マットで、横で寝てます。でも朝起きた時はだいたい右向いてるので、まあ多分、まあいつも通り寝相悪いのかなと思ったりとかはしてます。一回良くなったのにおかしいな。あ、陽子にとって渡辺里奈ちゃんはどんな存在。もう我が子。次どうしようかな、なんかないかな、どうしようかな、どなたのにしようかな。そう、可愛くて仕方ないんですよ。その楽しいことになったらジャンプしちゃうところとかが可愛くてしょうがない。もう守ってやりたい。可愛すぎるんだよ。ちょっと待ってよ。あれ、保存したのにな。どこ行ったかな。ごめんね、ちょっと待ってね。すぐに出しますから。ちょっと待って。少々お待ちを。あったあった。あ、これじゃないわ。あ、この質問素敵ですね。日向坂メンバーでバンドを組むなら誰と組みたい。楽器やってない方とかで、この楽器やってほしいとかでもいいですか。待って、やってるかどうかちょっと分かんないんだけど、うわー、でもなんか平方にベースやってほしい。なんかこれかな。すごいノリノリでやってくれそうで、はるはるにドラムこうやってチャーンってやってほしいね。やってほしいね。でポカにはタンバリンをお願いしようかな。あ、ここあえてね、あえてタンバリンで。バンドか、バンドだもんね。バンドって他になんか楽器あります？なんかわかんない。ボーカル？あ、ボーカルはカホかな。カホは歌がとっても素敵ですから。確かに先輩方もね、先輩方とかもすごい一緒になんかできたらいいですね。イベントとかですごいそれできたら楽しそう。どうしようかな。次
うーん、今も変わらずマグロは好きですか？大好きです。今日もお昼にちょっとマグロを食べました。マラカス、あ、マラカスは陽子に決まってるじゃないですか。マラカスは私のだってお家芸、お家芸、もう真顔で上手ですよ。マラカスは私のものですから、任して。どうしようかな、次どんどん行きましょう。ちょっとごめんね、ゆっくりしちゃって。じゃあどうしようかな、ごめんなさい、いっぱいうつむいちゃってて。ほんとどうですか皆さん、皆さんもどんどん送ってくださいね。なんか質問とかもし私にあればエクセル教えて。エクセルは情報見てこの間私もね、そう、情報番組って結構何時間も撮ったりとかするんだけど、もう分からなすぎて、野田さんとね、共演してくださってる野田さんと、あとはあの天の声さんと、あとスタッフの方も多大なるご迷惑をいっぱいおかけしながらさせていただいたので、今度また最終回ですかねがあるので、よかったら皆さん最後くらいは一緒に見ていただけたら嬉しいなと思います。エクセル皆さん使えますか？逆に質問させてください。どうですか、エクセル使える？わーかっこいい、すごい。エクセル使えるのかっこいいですよね。エクセル難しいよね。エクセルは難しいよ。なんかなんか終わりのチャイム告げてる感じですかこれ。あれ終わりのチャイムですかこれ。なんかすごいリアルでしたね今。ペロ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 っていい音しながら、え、ちょっと、これはもう発想の転換ってやつですよ。やばい、これ割ったら怒られるかな、ちょっと待って、どうしようかな。あ、これでいいや。アコーディオン。もうほんとすいませんでした、もうほんとごめんなさい。いやもうちょっと音ごめんなさい。これどうしようかな。あ、反対だった、ごめんね、ちょっと逆だったかも。もう諦める、これはごめん。もうハッピー、あ、皆さんハッピー私たち今ちょっと掲げてますからね。レッツピーハッピーですか。ハッピーが残ってよかった、ハッピーが残った。大喜利じゃない、いや、大喜利かったんですか。もう人生は大喜利だと思ってるんで、私楽しく生きていきましょう。どうしよっかな、次。質問いただいた質問タイム。質問わあ嬉しい、いっぱい来てる。あ、最近聴く音楽は何ですか。最近聴く音楽ね、最近聴く音楽、ちょっと再生リストを見ていこうかと思います。ちょっと待ってよ、なんかないかなあ。なんかマッシュルっていうんですかねのブリンボンボンみたいなやつを、久美さんも踊ってたあれをね、ちょっと最近ちょっと
聞いちゃってます。すごい面白いなと思って。入りの曲なのかな、ちょっとあまりよく分かってなくて申し訳ないんですけど、そうだからちょっとあのアニメも見ようかなと思って。もう見たアニメが多すぎて助けて。あとね、あ、ノーリゾーのクラッカーとか、うん、結構洋楽も聞いたりとかたまにするんですけど、うん、まあそんな感じです。アニメ面白い。あ、そう、全部生身でってね。あ、猫ミームね、猫ミーム可愛いですよね。私も猫ミーム結構見ますよ、面白い。もう最近もうショート動画系のねものでずっと あのあるある系、あるある系を投稿してらっしゃる方とか、なんか一人ずつ交代でねあるあるをやってってる方とかの投稿だったり、あとなんだろう、あるある系だったら何見てるかな、いつも。でもとにかくそういうのも見たりとかしてねえ、かわいいですよね。坂道でキュ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 、あ、どうしよう、もう舌が回ってないです。ねガラス窓結構散歩中とか聞くんですよね。ちょっとなんかいいテンポで歩けるので、なんかすいません、すごい軽い理由で申し訳なかった、今びっくりした自分でも。そう、桜三期で仲いい方、しずきちゃんからメッセージをいただきまして、そう、お誕生日おめでとうございますって送ってくださって、すごい嬉しかったです。あまりそのお会いとかはしたことあんまりなくて、すれ違ったりとかはあるんですけど、挨拶程度なので、まさかまさかで、すごくすごく嬉しかったですよねえ。ちょっとしっかり遊びに行けたりとかしたらいいんですけど、私もそう嬉しかったです、ありがとう。まあ桜三期さんで連絡先を交換してる方がしずきちゃんしかいないのもあるかもしれないんですけれども、そうね、たくさんの方とお話ししたいなってずっと思ってます。そうね、元でしか行くから1年経ちましたね、あっという間だな、ね、遠藤理子さん、あ、遠理子さんはキラリが仲いいんだったかな、かな、なんかよく喋るって言ってた気がするそう、いやー嬉しいね。スクショタイムありますか。スクショタイムは配信全部ですよ。アイリさん、谷口さんかな、は、うわ、喋ったことは新参者期間の時に若干、でもそんなに深い絆を深め合ったぜみたいなことは全然ないかな。そうなんですよ。ユーズはって聞いて、ああ、あまりないかもしれないですね。ねえ乃木坂さん、乃木坂さんもあの5期生さんと割とすごく仲良くさせていただいてて、去年とかは菅原さんとどっか遊びに行こうっていう話をまでしてたんですけど、なかなかちょっとね忙しい時期が交互にあったりとかして、うん、小川屋さんはうちの渡辺ディナが仲いいですようちのね、うちの渡辺ディナがそうなんですよゆうきちゃん、ゆうきちゃんはもう言わずもがな仲良しです。もちろん今日も後でパーティーしようぜって誘ってて楽しみです。うちのここ重要ですから、ね、皆さん、うちの渡辺にな同学
年、あああやさんの方が上かな、わかんない、ごめんわかんないけど多分そうな気がする。そうなんだそう、うちの子が仲良くさせていただいててみたいなそうなんだ。結構意外とですね、この新参者のこの人、メンバーメンバーかメンバー割と意外にも交流があったりとかするんですよあまり皆さん知らないっぽい。そう、他の先輩坂の先輩方はないかな。うん、あやっぱり小川さんが上かな。そうだよね陽子の方が年下、あ違いますよ違いますよ、私今高校2年生なので、ちょっと間違えないでよそんなやだびっくりびっくり。じゃもん楽しかった、ありがとうございます、嬉しいです。あ山下さんね、そう M ステさんの時にそうお写真撮らせていただいて、もうありがとうございます本当に、一生の思い出ができました、もう悔いはないですなぎさん、あなぎさん結構喋ったこと最初の方とかあったんですけど、もう最近もっと会えないんですよね、会える機会がないのでね、それだけがちょっと悔やみです。あともう一個だけなんかお答えできたらいいな、どうしようか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 な、あっという間だね時間も。すごい今日ちゃんと喋れるかなってちょっとドキドキしてたんですけど、意外にも皆さんのおかげで、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、うん諦めようかな、ちょっと待ってちょっと待って待って待って、どうしよう、時間が迫ってるから、ちょっとできるだけいっぱいお答えしたかったんだけど、ごめんなさい私が遅いから、ごめんごめんごめんね、ちょっとトークとかでちょっとずつお返ししようと思ってるんでね、ごめんなさい本当に。どうしようかな、ちょっと待ってよ、うわあこれにしようじゃ、フルートギターの次にやってみたい楽器は何かありますか、うーんおすすめの楽器教えてください、じゃあなんかおすすめのドラム、あねドラムやってみたいんだよね、かっこよくない、オーボエだってあれですよね、あのギネスでも一番難しいって、トランペットもねかっこいいですよね、オカリナ、あオカリナね、オカリナあれもかっこいい、ね、ハープ、あハープは吹奏楽部だった時にその同い年の子がハープやってて、すごい綺麗な音色でこれ弾いてよとか言ってめっちゃリクエストしてた。そうなんだねえ、そんな感じです、楽器好きなので。響けユーフォニウムみたいな、なんだったかな、作品もすごく見てみたいんですけど、なかなかちょっとねえそうなんですよ。じゃあ質問タイムはこのくらいにしておきましょうかね。あとなんか話しされてないことないかな、あそうちょっと面白い話がねあったんだ、この間ねそのカホとメイクさん、あの隣だったの、メイクしてるところが隣で、でカホがアイシャドウっていう目元に塗る粉みたいなのが色付きのものがあるんですけど、だいたい新品のものってアイシャドウの上に透明のカバーとかがついてて、でそれをねあの気づかずにあの人あのそのもうだからカバーだからコーナーが普通にあって本品がね、で上にカバーがあってそれに気づかずそれを取ってこうつけようとしてて、なかなかつかないとか言ってて、であカバーついてたわとか言って可愛くて愛おしかったです。それカホリン可愛かったよ。その上からカホリンなんか4期割と天然集団な気がしてきました。天然カバーついてたわね、面白いよね。ね、だからもうあ
着いた着いたとか言ってカバー取ってからは。結構なんかそれ3日間ぐらい気づかなかったらしくて、なんかつかないなと思ってたんだよねって言ってて、なんで気づかんのよと思いながら暗いところでメイクしたんですかね、反射しなかったのかな。ね、面白いよねカホリ意外と天然ねえ、新品だったからまあ無理もないことはまあないかな、うん、じゃあこの辺で私らしい報告でもしようかな。この間街を歩いていたら梅の花が咲いていました。風情がございますねあ、ごめんなさい、あの報告とか一切ないです。あのオチは梅昆布茶が飲みたいなと感じました。おー、なんか締まり悪いな、どうしようかな、ちょっとあれこれ最後に用意してたんだけど、なんかちょっと締まり悪そう、あれどうしようかな、からのあ、その次の日のあの何現場っていうんですかね、お仕事の場所で、普段あんまりそんなあのお茶っぱとか置いてないんですけど、まさかの梅昆布茶があって、持って帰りなよって言われたんですけど、無事持って帰るの忘れました。あれなんか皆さん冷たい、あれ私春誕生日、あ、もうバスでもう取られちゃったから、これどうする、これもうどうしよう、これこんなんで大丈夫、私本当にもうねもういいよ、もうこれね、もうこれもう今日はこれでこの辺にしておこうかな。そう、最後に祝勝タイムしておきます。じゃあはい、今までこんなアイドルがいたでしょうか、素敵ですね。まあ普通にもう悔いはない。いやー本当に皆さん長いことありがとうございました。今日はそろそろもう縁も竹縄終わろうかなと思います。皆さん17歳の証言情報もよろしくお願いします。こんな感じで気ままにでも全力で頑張ります。では失礼しようかな、失礼します、ありがとうございました、おやすみなさい。